日本とパプアニューギニアの関係では、日本とパプアニューギニアの関係について解説する。ラバウル近くのトンネルに放置された、日本軍船中日パプアニューギニア大使館、全系パプアニューギニア大使館、表札1528年、ポルトガル人探検家のホルヘデメネゼスが、ニューギニア島を発見。パプアと命名。1545年。 スペイン人探検家のイニゴ・オルティスデルテスが、東南アジア航海中にニューギニア島を発見。アフリカギニア湾沿岸と文化的な連続性を感じ、ニューギニアと命名。19世紀、ニューギニア島が東西に分割され、1848年に西半分をオランダが植民地化。東側は1884年にオーエンスタンレー山脈。 ビスマルク山脈で南北に分けられ、北半分をドイツが、南半分をイギリスが領有する。南部は1901年、イギリスから独立したオーストラリアに、総資権が継承。1914年からの第一次世界大戦で、ドイツ敗北。オーストラリアが、旧ドイツ領ニューギニアを含むパプアニューギニアを、委任統治する。1941年からの太平洋戦争で、日本軍が、 ニューギニア島を占領し、日米の激戦地となる。第二次世界大戦後、オーストラリアにより、パプアとニューギニアが統合。1961年、オランダが西パプア共和国の独立を認めるもインドネシアが侵攻し、イリアンジャイア州となる。これにより、オーストラリアの委任統治領であるパプアニューギニアとの分断は決定的になる。1975年、 オーストラリアから独立。1988年より、ブーゲンビル島で独立運動が展開される。2019年、住民投票が実施され独立賛成派が98%に上り、分離独立の可能性が高まる。太平洋戦争における、ニューギニア島とそれに付随するニューブリテン島、ニューアイルランド島。 文ンビル島などで展開された、通軸国と連合国の戦闘は総じて、ニューギニアの戦いと呼ばれ、激戦地の一つとなった。一連の戦いの幕開けとなったのは、ラバウルの戦いである。ラバウルのあるニューブリテン島は、大日本帝国軍基地の、ある、カロリン諸島から近く、連合国はここを起点に巻き返しを図ることが予測されていたため、ニューブリテン島は、 当時の戦略上の要地であった。また同時にニューアイルランド島のカビ園も重要地であった。そのため両都市は1942年1月20日から23日にかけて日本軍の攻勢に遭い、オーストラリア軍は抵抗を虚しく降伏、ラバウルは日本軍の軍事要塞と化した。この日本軍によるラバウル占領を受けてアメリカ軍はラバウル打艦のため攻勢を仕掛け、 ニューギニア沖海戦が行われるも、両者損害を負うだけで終わっている。1942年3月8日、日本軍は連合国の拠点である、ポートモレスビー攻略に向けて、ニューギニア島のサラモアトライに進出、アメリカ軍がそれを空爆する。その後、ポートモレスビーをめぐっては1942年5月、上旬に海からの攻略を目指す、サンゴ海海戦。 陸地からの攻略を目指すポートモレスビー作戦、オーストラリア軍の飛行場があるラビでのラビの戦い、1942年末にブナゴナの戦いが繰り広げられ、芝叩く間にニューギニア島全域が激戦地となっていった。翌1943年になるとビスマルク海海戦で日本は悲劇的な敗北を騎士重機などの補給物資を失う。これを機に日本は 次第に補給不足に悩まされ始める。その後、カダルカナル島の戦いに勝利した連合軍は本格的な反抗に転じてカートホイール作戦が展開され補給路を立つ戦略が取られるようになり続くライサラモアの戦いやフィンシュハーフェンの戦い、ラムカ国の戦い、ニューブリテン島の戦いなどで日本軍は敗走を続け、 アドミラルティ諸島の戦いで、日本軍は補給路を断たれ孤立。飢餓やマラリアに悩まされ、ジャワの極楽、ビルマの地獄、死んでも帰れぬニューギニアと称される、悲惨な状況を呈した。また、同時期には、転身を命じられた日本軍第51次第が、サラワケット越えと呼ばれる山越えを強行し、多くの投資者、病死者を出した。1944年になると、 補給不足を解消するため竹市船団と呼ばれる5層船団がニューギニア島に派遣されるも途中で失敗。補給不足は解消されないまま、1944年4月下旬にはホーランジアの戦い、1944年5月から8月にかけては美薬島の戦い、1944年6月には美薬島の日本軍を支援するための今作戦。 1944年7月には、アイタペの戦いとニューギニア島における最後の戦いであるサンサポールの戦いが繰り広げられ、日本はニューギニア島を喪失した。なお、連合軍は最後までニューブリテン島東北部のラバウルを武力で奪回できず、ラバウルによる日本軍第8方面軍は、今村人志大将の指揮下で約7万人の兵力を残したまま終戦を迎えた。 1975年1月、パプアニューギニア独立を見据えて、ポートモレスビーには在ポートモレスビー日本国、総領事館が開設。同年9月には、独立と同時に、両国の外交関係が結ばれた。1975年12月には、在パプアニューギニア日本国大使館が開設され、1976年4月には、初代大使が赴任。 2011年には総領事館が廃止されて、大使館がその業務を引き継いだ。一方のパプアニューギニアも独立後すぐに、東京に、中日パプアニューギニア大使館を設立。日本軍が進駐していた時期があり、歴史的に関係が深い。そのため外交関係も緊密である。初代パプアニューギニア首相である、マイケル・ソマレは、地理的に近い日本との関係を重視。 彼は三度首相の座についているが、1977年の初訪日以来、合計8度も日本を訪れている。21世紀に入ってから訪日目的は太平洋、島サミット参加が主であり、またその度に小泉純一郎や麻生太郎、鳩山幸男といった歴代総理大臣と首脳会談を実施。会談の内容は主に、 パプアニューギニアへの経済支援についてであり、また継続して日本の常任理事国参入にも支持の立場を表明している。パプアニューギニアは南太平洋における地域大国であり、当時軍事政権下にあったフィジーの民主化についても主要な議題であった。第10代首相のメケレンボラウタは2000年に2度訪日。太平洋諸島フォーラムで日本のリーダーシップを期待する。 胸のスピーチをしたほか、元総理大臣である、小渕恵三の葬儀に出席するなど、友好関係をアピールした。第12代首相のピーター・オニールは、計6回日本を訪問。初訪日は2013年であり、安倍晋三との初めての首脳会談が実施された。翌2014年には、パプアニューギニアから日本へ初めて輸出される。 液化天然ガスを搭載したタンカーの日本到着を記念する式典に参加。外交関係樹立40周年にあたる2015年10月の訪日では、再び安倍晋三との1時間にわたる首脳会談が実施され、友好関係を促進する共同メッセージが発出された。続く2016年、2018年にも訪日を実施すると首脳会談を再度実施。 自由で開かれたインド太平洋構想について意見交換がなされた。1980年代に大平正義や中曽根康弘といった総理大臣が相次いで独立したばかりのパプアニューギニアを訪問。その後、2014年には安倍晋三が総理大臣として約30年ぶりにパプアニューギニアを訪問し、首脳会談などを通じて関係強化に努めている。 2018年にも、ポートモレスビーで開催されるアジア太平洋経済協力会議首脳会議出席のため、安倍晋三がパプアニューギニアを訪問。2020年8月には、外務大臣であるモテギトシミツが、コロナ禍で外遊が限定される中、訪問先の一つにパプアニューギニアを選択。新首相であるジェームズ・マラッペへの表敬を実施し、 北朝鮮問題をはじめとした国際情勢について意見交換がなされた。二度の交渉の末、2013年には両国間で初の投資協定である投資の促進及び保護に関する日本国政府とパプアニューギニア独立国政府との間の協定が成立。2015年にはその投資協定に関連して日、パプアニューギニアビジネスフォーラム及び 投資協定合同委員会第1回会合が首脳会議に合わせて開催されたほか、技術協力に関するパプアニューギニア政府との間の協定に署名が行われ、経済的な障壁は取り払われつつある。日本は2017年まで2500億円以上の経済援助をパプアニューギニアに実施し、オーストラリアに次ぐ主要援助国となっている。支援内容としては主にインフラ。 水産面が多くを占め、特に物流の拠点であるナザブ空港の円借間による大幅な改修工事は、同国経済に大きく寄与している。また、2019年12月には、ブーゲンビル州の独立をめぐる住民投票が実施されたが、日本はブーゲンビル島の地域安定化のため、投票実施を無償資金協力によって支援している。貿易面では、 2019年の日本のパプアニューギニアへの輸出額176.2億円、パプアニューギニアからの輸入額2622.5億円となっており、日本が大幅な赤字となっている。その理由は、かねてより、パプアニューギニアでは天然ガス田の開発が、千代田加工建設や JX 石油開発といった日本企業により続けられており、2010年代から、 本格的に液化天然ガスの生産と日本への輸出が開始されたことによる。現状、パプアニューギニアは日本にとって重要な LNG 供給国である。パプアニューギニアでは最高学2るパプアニューギニア大学をはじめとした4つの学校で日本語教育が実施されている。一方日本では日本パプアニューギニア協会が設立されており、文化交流促進の一助となっている。 また、パプアニューギニアの民族的な衣装や踊り、楽器、音楽といった文化は、日本である程度の学術的人気を博しており、国立民族学博物館では研究講演として、パプアニューギニアの歌と踊りが実施された。また、日本では、パプアニューギニア人と日本人のハーフである EMI、マリアがシンガーソングライターとして活躍。ありがとうございます。